beautiful。はい、どうもジャンダルクです。東京で、今回は BO3 のフリーフォールで雑談しながら、少しやっていきたいと思います。東京でやっていきましょう。東京で今回話していくことなんですけど、皆さんにね割と関係ある話だと思いますので、皆さんね最後まで聞いていただけたらなと思います。はい、というわけで、今回話していく内容は、ネタクリップ、私のねネタ動画について少し話していきたいと思います。まあ皆さんね毎週土日、日曜日か、楽しみにしてると思います。ネタクリップあれねやっぱりこう BO3 も半年経ってますのでだんだんとね、内容がすごい薄くなってきました。はい、まあやっぱりその気質系のネタがすごい多いですね。やっぱ見たことあるなーっていう感じのネタも多いし、あーこれ前取り上げたやんっていう感じの、ネタもすごい増えてきました。はい、もうそれはね申し訳ないっていうかもう仕方ないですね。もう、やっぱ送られてくるクリップもねやっぱりこうなんだろう、やっぱ選んでても、あこれなんか見たことあるなとか、あこれ俺も現象起きたことあるわみたいな、これだいぶ前起きたなっていうのはすごい増えてきて、まあもちろん半年前のゲームだから仕方ないっていうのはあるんですけど、何かしらね工夫して、面白おかしくやっていきたいんですけど、はい、とりあえずねちょっと数がないと困りますので、皆さんねたくさん送ってください。本日ね、ネタクリップ上がると思いますので、そちらからね再度、応募の方よろしくお願いします。はい、というわけでお次、COK、クラッシュオブキングスですね。はい、毎回多分話してると思うんですけどクラッシュオブキングス、はい、昨日上げさせていただきました。はい、なんかね私のクラになんかちょっかいかけてきたんでボコボコにしましたね。そういった感じのなんかCOD ではなかなかない、尖ったようなことをしてますので、ぜひとも皆さんね、見ていただけたらなって、参加してください。お願いします。はい、というわけでお次、検証動画、ネタ動画について少し話していきたいと思います。最近ねやっぱりこう、ジャヌさんが検証する意味ないんじゃっていうすごいコメントきます。はい、やっぱりそのなんだろう、ジャヌさんのトークとか、ジャヌさん自分って言ったらあれなんだけど、結構まあ生放送でねすごいジャヌさんって言われるんで、ジャヌさんって言っちゃってるんですけど、ジャヌがねその昔からやっぱりこう縛り実況だとか結構発狂系の実況やってたんですよ。でまあそれをね一切殺した状態でまあ検証動画撮るわけなんで、どうしてもねその昔から見てる人からすればこう、いや昔の方が良かったなとか、いや昔の発狂してたジャヌさんの方が良かったなっていう方すごい増えました。ただねその検証動画、今ねなんと、月間再生数が220万再生数で、登録者数の伸びが、6500人というわけでかなり増えました。すいませんありがとうございます。やっぱりその BO3 半年経った今でもこう6000人増えるって、おっぱさんで今7000人ですからね。まあそれにこうおっぱさんにこう対抗できるってすごくないですかって、やっぱその今の動画のスタイルでいいのかなと思いつつも、やっぱ昔の人がねなんか昔がいいって言うからどうしようかなっていう、いつでも昔は戻せるんですよ。昔のなんだろう、下ネタ抜きの綺麗な心のなんだろうな、縛り実況だとか、VC つけてこうクソガキ煽ったりだとか、もちろんねそれができるんですけど、いつでも戻れるんですよ。いつでも戻れるんだけど、どうしてもやっぱりその今ある姿も悪くはないかなっていう、実際成功してるからそこら辺ちょっと難しいかなと思います。はい、なのでねちょっとまあそこら辺ちょっと今自分葛藤してるところなんですけど、まあやっぱりその数字がいいというか、まあ結果論ね、成功してる方にちょっと自分頑張ろうかなと思いますので、変わらずね皆さんそこら辺はちょっと応援の方よろしくお願いします。はい、なるべくねちょっと仕事しながらですけど、毎日投稿、COD は頑張って毎日投稿しようかなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということでお次、そろそろね晒していいとも、パート2作ろうかなと思ってます。まあどうでもいいかな。はい、なんか結構なんか晒していいともパート1がすごい好評だったんで、なんかもう一回見たいなーっていうコメントも、ちやほや出てきたんで、パート2頑張って作ろうかなと思います。はい、ぜひともね皆さんコメントしてくれたら、頑張って作りますのでよろしくお願いします。はい、あとね生放送来てる方、最近ねすごい生放送の、数が安定してきたんですよ。前までなんか生放送100人がチヤホヤしてたんですけど、最近こう生放送がねすごい盛り上がってきて、なんだろうな、なんかみんなジャヌシャーンとかジャヌニキとかオワンヌシャーンとか、なんかすごいこうなんだふざけた感じのねコメントがすごい増えてきてすごい嬉しいです。やっぱりそのふざけたねその名前の呼び方何がいいかって言ったら、ジャンヌーって死ねーっていうよりかはジャンヌシャン死ねーって言った方が、あ俺のリスナーさんが冗談に言ってるんだなってわかるから、なんかこう生放送でこのジャンヌシャンとかジャンヌちゃんとか、なんかこういうねふざけた名前の言い合いっていうのがこう文化としてなってきたのすごいありがたいなって思いました。やっぱこのネタコメントっていうのはすごいわかりやすいなって思いました。はい、というわけで今回フリーフォール、30キル7です、キル数 4.29 というわけで、はい新しい挑発ですね。
ということで今回こちらの、実況を上げさせていただきたいと思います。はい、ちょっとねあの早口言葉で分かりにくいかと思いますが、皆さんね、ご了承ください。ということでこれで実況終わりたいと思います。本日のネタクリップ、お楽しみください。ご視聴ありがとうございました。ふっ、おっ、よいしょ、あいつはスナイパーライフル、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 あいつだ、出会ったらゴールゲッチュー。あんな言えばお前、あれ完全出せない、出せないのか、え、希望来い。フラグオンラインはからの後ろ下がれ、お、倒した、池田やった、これ何、何これ何、スパイダー雲の皮、あ、来てください、やめろー、何も気が動かない、駐車止め、おーっしゃ、マジで嘘、お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え、違う違う違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。